俺と漂白者二人にしてくれるって約束したはずだよな。条件付きでね。変なアドリブ入れないで困る。ないだろうな。ではまた近いうちに会おう。大丈夫よ。私たちの狙いは別にある。欲しい答えはもう見つけた。二次共鳴は採取の力と対抗できる。しかも人工共鳴は不可能じゃない。それに例の漂白者、はあ、美しい音符たち、うったりしてしまうわ。そう思わない？そろそろ時間よ。行きましょう。牢屋にいる誰かさんのためにもね。